西尾茶は愛知県西尾市を中心とする西で生産される茶であり、そのブランド名である。登録商標は西尾の抹茶。生産される茶のほとんどが抹茶に使用され、特に加工食品などでよく使われている。西尾市と安城市を合わせた西で約150ヘクタール、年間約400トンの引き茶が生産されている。これは 全国生産量の約20%、愛知県の生産量の約70%を占める。西尾市の北西部にある丘陵地の東丘山を中心として、西尾市全体で149ヘクタールの茶畑が広がっている。東丘山には菜園公園が設けられている。茶葉の濃い緑、上品な香り、穏やかな旨味とコクが特徴。成長の過程で茶樹に黒いネットを、 約20日間被せ、太陽光を97%カットする。主要生産地の東海山一帯は、水はけの良い差出浄土であり、見影石を使う茶臼の産地が隣接する岡崎市にあったことなどが、西尾茶の生産につながった。主に茶道に用いられていた抹茶の食品加工用原料としての用途を全国でも先駆けて開拓し、現在では西尾茶の90%以上が、 食品加工用に使われる。茶園の寺紅れない樹院工樹院にある西尾茶の厳二百2 7 1年、実装時の海祖聖一国師がそうから茶の種を持ち帰り、寺の境内に撒いたことが西尾茶の起源とされる。1872年、宇治から茶師と聖茶技術を持ち帰った紅れない樹院の住職、足立淳道が境内に菜園を開き、1884年には、 東海山一帯に新たに菜園が開墾された。昭和10年代には、三河式トンネル引き茶器が考案され、地場産業として飛躍的な成長を遂げた。1960年頃には、全国的な茶の大増産で、西尾の茶産業は危機に陥ったが、抹茶を食品加工用原料として用いることで、販路拡大を目指し、2009年までの30年間に、生産量はほぼ倍増した。 抹茶味のアイスクリームが商品化されたのを契機に、抹茶チョコレートなどの菓子、抹茶ラテのような飲料など様々な商品に、西尾の抹茶が使用されるようになり、消臭剤やサプリメントの原料としても用いられている。抹茶生産では、全国一、二を争うシェアを占めるが、全国的な知名度が低いのが課題とされる。2005年に、電通東日本が行った、 全国の茶の知名度ランキングでは、ランキング外となり、1位の静岡茶、2位の宇治茶、3位のヤメ茶などブランドが確立されている産地との差が浮き彫りになった。このため、2005年から特許庁が認証する地域ブランドの取得を目指し、4年後の2009年2月に認定された。西尾市と安城市で生産された茶葉を原料とし、 同地域で生成されて、茶薄で惹かれた抹茶が、ブランドの対象となる。茶の地域ブランドは、宇治茶、伊勢茶などがあるが、抹茶に限定した地域ブランドは、全国初。西尾茶のプロモーションの撮影現場。ありがとうございます。